ルイス・オルナビス・カーリはペルーリマ出身の男子プロテニス選手。2008年全仏オープン男子ダブルスでパブロ・クエバスとペアを組んで優勝した選手である。ATP ツアーでシングルス2勝、ダブルスで2008年全仏オープンを含む6勝を挙げた。自己最高ランキングはシングルス33位、ダブルス15位。赤土のクレーコートを最も得意にする選手。 オルナは、鉱山技師の家庭に生まれ、少年時代は1995年全仏オープン、優勝者のトーマス・ムスターに憧れて育った。ジュニア時代の1995年から、男子テニス国別対抗戦デビスカップペルー、代表選手に起用された、彼は、四大大会のジュニア部門で1997年、全仏オープンジュニア男子シングルス準優勝、ダブルス優勝。 1997年ウィンブルドン選手権、ジュニアダブルス優勝などの戦績を出した。1998年にプロ転向。選手層の薄いペルーのテニス界において、オルナはデビスカップ代表選手として不可欠な存在になったが、男子ツアーの決勝進出はプロ入りから6年後、2004年7月のオランダオープンのダブルスだった。 2005年7月のオランダオープンのダブルスでツアー初優勝を達成。2006年2月、メキシコオープンでシングルス初優勝を果たす。デビスカップ2007において、ペルー代表は初めての最上位カテゴリーボワールドグループ昇格を決めた。ペルーのデビスカップ初参加は1968年であり、 オルナがまだ15歳のジュニア選手だった1995年にはアメリカゾーングループ2にいた。2000年からペルーは同ゾーンのグループ1に昇格する。2007年9月21日から23日にかけてワールドグループプレイオフがペルーの首都リまで開かれ、ペルーはベラルーシを4勝1敗で破ってワールドグループ初昇格を決めた。オルナは シングルス2試合に勝利を収め、第2試合で、ウラジミール・ボールチコフに競り勝った後、第4試合で、マックス・ミルヌイに6から4、7から5、4から6、7から6で勝ち、この勝利でチームを初めてのワールドグループへと導いた。2008年、オルナは男子ツアーのダブルスで3勝を挙げた。年頭の1月にハイネケンオープンで、不安もモナと組み、 2月のアルゼンチンオープンでは、同じアルゼンチンのアグスティン・カレリと組んで優勝した。全仏オープンでは初めて、パブロ・クエバスと組み、準々決勝で、第1シードのブライアン兄弟を6から3、5から7、7から6で破る金星を挙げ、この勝利で波に乗った。初進出の決勝で、2人は、第2シードのダニエル・ネスター、ネナド・ジ・モニッチ組を6から2、6から3のストレートで破った。 こうして、オルナは、オープン化後、ペルー人のテニス選手として、最初のグランドスラム優勝者に輝いた。かつて、アレックス・オルメドが1959年、全豪選手権と1959年ウィンブルドン選手権で、四大大会男子シングルスの年間2冠を、獲得したことがあり、オルナの全仏男子ダブルス優勝は、オルメド以来49年ぶりの快挙となる。 オルナは2009年11月にペルーリーまで開催されたチャレンジャーを最後に現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。